注意、各員注意、基地内の機構が突如暴走、一級警備状態に入る。繰り返す、一級警備状態に入る。何事ですか？また機構の暴走、しかも基地内。ブローニャさん、よかった、無事でしたか。委員長、何があったんですか？わかりません。今基地は混乱していて、遠隔通信も使えない状態です。他のみんなは？博士たちは保管庫付近で閉じ込められたようです。学園長とベルトさんは格納庫を封鎖し、ゼーレさんたちは避難の手伝いをしています。キアナとはまだ連絡がついていませんが、他のエリアで敵を迎撃しているかと。どうやら原因を調べたくとも、今はトラブルを先に片付けないとダメみたいですね。ええ、とにかく博士たちと合流することを優先しましょう。保管庫には回収された千人律者のコアがあります。何があっても死守しないといけません。嫌な予感がします。この不安、ブローニャの考えすぎだといいのですが。これは傀儡のコアです。どういうことでしょう。これは人形の能力ですよね。人形？どうして？出てきます。基地内の機構は全て制御不能になってしまったんでしょうか。事態は私たちの想像を超えているのかもしれません。急ぎましょう。アインシュタイン博士、テスラ博士。助かった、やっと来てくれた。一体何があったんですか？どうして基地内の機構が突如暴走を？こっちが聞きたいわ。それに数百個とあったコアが保管庫から丸々消えてなくなっちゃったのよ。コアが消えた？より正確に言うと消散したんだ。警報が鳴った時、僕たちは実験室で律者コアのサンプルのマイクロ波分析をしていた。しかしサンプルが突如崩れ始め、エネルギー反応も消えてしまった。何かがおかしいと思った僕とテスラ博士は、他のコアの状態を調べようとすぐここに来たんだが、ここに着いた時、回収した支配の律者のコアが全て消えていたんだ。誰かが基地に侵入してコアを盗んだ可能性は？現場の調査を行ったが、その可能性はないと思われる。部屋に出入りした痕跡はなく、保管していた装置も無傷だった。それらの状況からコアは内部で突如消えたとしか考えられない。その後機構が暴走して、私たちはここに閉じ込められたってわけ。自分たちの基地の隅っこにね。こちらからも悪いお知らせがあります。機構の状態は以前律者に操られていた時とまるっきり同じで、さらに傀儡コアが機構から見つかりました。ブロニャお姉ちゃん、ゼレ、それに学園長。よかった、みんなここにいたのね。テレサさん、
外の状況は？暴走した機構は全て鎮圧したわ。スタッフはみんな避難所に逃げたから怪我人はいない。子供ただ誰かキアナを見かけなかった？いえ、一緒にいるのかと思っていました。テスラ博士、キアナのリストバンドの追跡は可能ですか？もうやってるわ。ん？は？圏外？リストバンドが壊れたんですか？ありえないわ。この装置は私が作ったのよ。どこにいたって絶対に見つけられるはず。彼女が現実空間にいないことを除いたらね。空の律者の力を使って虚数空間に入ったのでしょうか？いや、空間を移動すると力を使うため急速に上昇する曲線が観測データ上に残る。ですが、そういった記録はありません。キアナ、まさか。隅々まで探しましたが見つかりません。でもキアナの部屋でこれを見つけました。手のひらサイズですが、この見た目はおそらく人形。しかもまだ壊れてない人形。またソルトレイク基地に現れたの？ちょっとあんたたち、勝手に話を進めないでちょうだい。千人律者は復活したとか言うんじゃないでしょうね。散々苦労してやっと全部倒したっていうのに。今度は何よ。これはどういうこと？この人たちは。なんだかみんな少し様子がおかしい。この人、料理してたのに急に包丁を人に向け始めたわ。あちらもスピーチの途中で急に止まってしまいました。呼ばれても反応がありません。みんな自我を失ったみたい。待ってください、知っている顔があります。知ってるに決まってるわ。これは人形の宿主たちよ。ここ数週間私たちはずっとこの人たちの状態を監視してきたでしょ。今まで何ともなかったから正常に戻ったと思ったのに。なのにどうして、どうして一気に数百人もの人間が。テスラ博士、受け入れがたい事実だが、全ての辻褄が合う結論は一つしかない。大獣律者は再びやってくる。ちょっとボス頭、どうしてそう落ち着いていられるわけ？まさか前々からこうなるって予想してたの？いや、僕も驚いているさ。ただコアの結晶を分析していた時から常に最悪な状況が起きる可能性も考えていたんだ。最悪な状況ですか？ああ、外部からのプレッシャーがある中、僕たちは千人律者による災害がひとまず収束したと宣言し、名手もその後の処置で奔走している。しかしそれはあくまで観察から得た推論に過ぎず、確かな証拠ではない。何しろ敵が船体のみであり、増殖も再生もできないとは誰も明言していないからね。全て僕たちが全文明の記録をもとに推測した結果に過ぎない。もしその全てが僕たちの一方的な願望でしかなく、そして千人律者も僕たちを意図的にそう誘導しようとしていたら。それっておとり作戦はむしろ相手がそう仕向けさせた罠だってこと？でも数字的に千人律者のコアのエネルギーレベルは通常律者の千分の一しかなかったのよ。ごまかす方法はいくらでもある。例えば人形の数は千を少し超えただけの千一体だったり、そしたらエネルギーの差はほぼ生まれない。それにそれぞれのコアから観測できた崩壊エネルギーは完全に一致していたわけではない。
そうなると、その違いはますます曖昧なものとなり、機械を騙すこともできるだろう。もしくは、人形は支配の律者が持つ力の付属品に過ぎず、本物の支配の律者はまだどこかに隠れているか。一つでもコアがあれば律者は消滅せず、しかも全ての仲間を復活させることができる。船体の個体を犠牲にして、一つの個体のためチャンスを作る。そんなこと本当にできるの？全文明の専任律者はそれほど綿密な計画を持ち合わせてはいませんでした。律者たちもまた進化していることを認めなければならないでしょう。もしかしたら支配の律者はこれまでに出現した全ての律者の中で最も人間性の強い律者かもしれません。自分が弱いから正面突破では勝てないと知っているからこそ、最初から捨て身の戦法を取ったのではないでしょうか。わざわざ目くらましを使ったのもその一環です。律者の目標は最初からキアナだったんだと思います。錆びたランタンから煙が出て、暗闇の中で子供が騒ぎ、観客たちは拍手しながら笑い、異色の瞳が外に落ちる。ソルトレイク基地が襲撃される前に発見したチケットだけど、その予告にあった異色の瞳ってやっぱりキアナのこと？ブローニャはそう思います。あの時はリスクを避けるため、ブローニャとゼーレだけが基地に残ったので、奴らの計画は失敗しましたが。でも人形たちは諦めていなかった。ずっとチャンスを伺っていた。だから僕たちがおとり作戦を決行した時、奴らは罠だと知りながらやってきた。奴らにとってどんな代価を支払おうとも、キアナが北極収容所に送られることは阻止したかったんだろう。そして僕たちの気が緩み始めた頃を見計らい、気候を暴走させて基地内の電磁障壁を解除し、支配劇場へのつながりを可能にした。あとは前回果たせなかった演目をなせば、何もかもがチケットの予告通りになります。本当に悪趣味な奴らね。つまりキアナはすでに支配劇場にいるということでしょうか。今の状況からしてその可能性は高い。厄介な敵です。奴らは弱点を隠し、自らの強みを発揮する術を心得ています。でこれからどうすればいいの？もう一度人形たちを倒してコアを回収するとか？そんな時間まだ残されてるかしら。または前回と同じように私たちを支配劇場に入れるよう人形たちを誘導しますか？いや、2週間かけて専任律者は僕たちの警戒を緩めた。しかし同時に僕たちはこの2週間で以前はできなかったことができるようになった。今回もこちらから仕掛けよう。僕たちの力で支配劇場に入るんだ。珍しい客だな。どういう風の吹き回しだ、ライデン・メイ。ビクター、客と二人で話したい。
ち。まだ言うな。当ててみる。そうだな。さてはやっと私の身体検査を受ける気になったんだな。賢い選択だ。あんたにとっても私にとってもこの世界にとってもな。よく考えてみろ。人類の意識が主導権を握る律者だ。あんたは羽の生え揃っていない雛鳥と雲泥の差がある。あなたのくだらない話を聞きに来たわけじゃない。それは悲しいな。こちらは心からそう思って言っているのに。ベネベントの古城火事、バレンシアの海洋事件、それにカイロの遊浴時、いずれもヨルムンガンダの記録にある特殊個体よ。あなたが興味を持つものでもあるでしょう。ああ、そいつらは他の人形との接触を拒み、常に単独行動をとっていてな。奴らの思想に不純物が混ざった結果だろう。それが宿主によるものか他の影響によるものかは知らないが、何せ支配の律者に選ばれた人間は千人もいる。その中に変わった奴が混じっていたとしても何もおかしくはない。そう思わないか。全部あなたにあげる。無論ただじゃない。そうだろ。この3つの特殊個体から千人律者に対するあなたの研究成果が欲しい。これは取引よ。受け入れるか断るか答えて。これほど魅力的な条件、断る理由などないさ。ついてこい。あんたも知ってると思うが、千人律者の能力は支配、他の律者コアの力を奪い支配することだ。奴らの個体は多く、いずれも力が弱い。だが組織として互いに協力し合い、機を伺って行動することができる。全文明起源の大獣律者はそういった支配の力を持っていなかった。まああんたみたいに崩壊と対立する律者もいなかったがな。奴らはまるであんたたちに対抗するために生まれたみたいだ。律者を獲物とし、その力を奪い封印し、そして自分のものにして成長し続ける。でも一つ腑に落ちないことがあるわ。言ってみろ。律者の力を奪うことが目的ならヨルムンガンドが最初に狙われたはずよ。私の他にヨルムンガンドには3つの律者コアが保管されているもの。人形の力をもってすれば組織内部に入り込むことも決して不可能じゃない。でも千人律者はそうしなかった。その上、私が支配劇場に入った時、私のことを予想外の客と呼んでいたわ。その矛盾してる。うん、理にかなった推理だな。お世辞はいらない。まずは律者コアに関する質問に答えよう。また私の推測になるが、支配の律者が奪えるのはコアの力であって、コア本体ではない。だから奴らにとって容器を持ったコアの方がより高い価値を持つ。容器のないコアだと使える力が限られてるから。その通りだ。完全に使用できないわけじゃないが、誰かが代わりにその代償を払ってくれるなら、奴らは喜んでそうするだろう。それなら私は奴らにとってもっと大きな意味を持ってるはずよ。でも千人律者は最初から私を攻撃するつもりがないみたいだった。私が自ら劇場に入った時も行動がかなり消極的だったわ。今になって思い返してみると、
わざと分かりやすい誘導をして私がリツちゃんの力を使わないよう警戒心を強めさせたんじゃないかしら。まるである事実を隠すために。奴らは雷のリツちゃんの力を奪えない。それがあんたの欲しかった答えだろ。やっぱり。支配の律者が力を奪う過程だが、実際は力と力のぶつかり合いに過ぎない。まさに弱肉強食。敗者を自分たちの支配下に置くのさ。しかし、もし相手が自分たちよりも強い力を持っていれば、そして支配の律者がその対決で負けたら、何が起こるかは分からないが、奴の行動が答えを示唆している。人形一つ一つの力はあまりにも弱い。そんなリスクを背負えはしないだろう。奴らには分かってるんだ。あの半人前の律者たちにはできないが、完全覚醒したあんたなら奴らに勝つ可能性があると。少なくとも今はな。それこそ私があなたのところに来た理由でもあるわ。支配の律者はまだ消えてなんていない。私はそう感じるの。支配劇場は誰も知らないところでまだ存在してる。人形と人形の間にはリアルタイムで情報を交換する未知の手段があって、それを使って感覚、情報、奪った力を共有してるわ。千人律者は見えない糸でつながっていて、それが巨大なネットワークを織りなし、全ての個体、そしてそれなら私たちもそのネットワークを利用して奴らの劇場に行けるはずよ。奴らが強くなってしまう前に。ライデン・メイ、私たちは案外気が合うかもしれないな。入れ。ここは？あんたの欲しかった千人律者のネットワークに接続できる装置だ。口で説明するより目で見た方が早いだろう。少し離れてる。ああ、失礼。あんたなら怪我の心配はいらないな。渡りガラスの任務報告を見たが、あんたたちはあのおもちゃみたいな人形と接触した後、支配劇場に引きずり込まれた。そう、ええ、そして私たちが支配劇場を出た後、人形は接触という行為はある種の信号かもしれない。それなら接触の形を少し変え、さらに回収したコアを通して信号を出力すれば、外部から支配劇場の扉を開くことができる。見えたか？一瞬糸のようなものが見えたわ。あれが空間の隙間だ。まだかなり弱く、持続時間も短い。そこでこういったコアが必要になる。前にも言ったが、これらの特殊個体の行動は異常で、集団の輪からはみ出ている。おそらく他の人形も奴らを異常者だと思ってるんだろう。だからこそ細工がしやすく、気づかれることもない。この3つのコアを使えば足りる？2日くれ。完璧なものにしてやる。長すぎる。あんたにはわからないと思う。やることがたくさんあるんだよ。隙間の大きさ、位置、持続時間の固定感、それらは一気にできるわけじゃない。
時間が必要だ。一日しか待てない。人の話を聞いてたか。ライデン名、この子はさっきあんたから渡された時よりも小さくなっていないか。コアが消えてく。おい、何をする気だ。装置を起動して、今すぐに。ダメだ、今はタイミングが最悪だ。唯一のタイミングでもあるわ。この操作台で合ってる。正気か。ごめんなさい、あなたの操作を見て覚えたわ。協力はありがとう、クリオ博士。おい、あんたの体は貴重な実験材料だ。傷をつけるな。必ず無傷で戻ってこい。まったく、おとなしそうな顔をしてこうも向こう水な行動をとるとは。それの中変わったな。うまくいったわ。景色が前と違う。ここは劇場の外周かしら。招かれざる客、招かれざる客だ。立ち去れ、立ち去れ。ここはあなたを歓迎しない。知ってるわ。歓迎されてないからこそここに来たんだもの。あなたは支配劇場に入る資格はない。他の客を招待しないといけないんだから、邪魔しないで。邪魔しに来たのよ。そんなに慌てて私を追い出そうとしてるのは私が怖いから。怖い？世間知らずの小娘なんて怖くない。あなた、その律者の力も奪っておもちゃにしてやる。いいわ、やれるものならやってみなさい。その顔、もう気づいたんだね。嫌な予感がしてるかな。誰なのか知りたいよね。でも教えない。あなたが律者の力をくれるなら教えてあげるけど、そしたら二人の親友の力を使って彼女に歴史的な再会を味わわせてやる。キアナちゃん、あ、当てられた、当てられちゃったよ。うっかり口を滑らせた、滑らせた。でも大丈夫、もう手遅れ、間に合わないよ。
彼女はもう舞台に上がった。あなたは観客席からただ見てることしかできない。一番大事な人なのにね。むしろ大事すぎて自分の意思も捨てるほどだったのに。あなたの人生には彼女しかいない。彼女から離れたらあなたは何もできない。けどそれでどうなった？結局のところ彼女は危険な目にあった。あなたは何を守ったというんだ？バカみたいに誰かが敷いた道を歩いて全てを捨てたのに。彼女のために稼げた時間はたったの数週間だった。それなら最初から離れなければよかったのに。そもそも離れていなければ一緒に死ねたものを。よかったよかった。これがあなたの本望なんでしょ？それがあなたたちにできる最大限の悪態なのかしら。大したことないわね。なんだと？あなたたちは最初から一つ勘違いしてるわ。今日に至るまでたとえ私がそばにいなくても彼女は強くなることができた。彼女が私のそばにいなくても私は迷わず進み続けることができた。だって私は彼女がどんな選択をするかわかるし、彼女も私の決心をよく理解してくれてるから。それは距離や立場で変わることじゃない。互いを信じ合ってるからこそ私たちは私たちの選んだ道を歩き続けられる。別々の道を歩むことになった。違う方法で完璧じゃない現状を私たちの望むものへと変えようと思ったから。私たちの旅路はいつか交わる。私のすべきことは最善の姿でその日を迎える。ことばかり。当時のあなたはそんなこと一言も言ってない。確かに私たちの別れは急すぎた。今思い返せばもっといい別れ方があったかもしれない。でも何があろうと私は同じ一歩を踏みます。そうでなければここであなたたちの結末を見届けることはできないでしょう。あなたたちはキアナちゃんのこともハイペリオンのみんなのことも知らなすぎた。そして同じように私のことも何も知らない。こいつ前に得た情報と全然違う。キル！人違いだった。あなたたちの情報が古すぎるのよ。それともヨルムンガンド内部に潜入して情報収集するのよ。怖っ。彼女がそばにいなくてもいいって言ったくせに、どうして彼女を探そうとした？彼女に何かしようとするあなたたちを邪魔しに来たに決まってるでしょ。くそ、私たちみたいな力の弱い律者をいじめて恥ずかしく思わないのか？全然。よくもまあそう潔く認められるな。もういい。幸い千人分の知恵があれば窮地だろうと抜け道を見つけられる。同じ目標のためには犠牲も厭わない。みんなそういう覚悟はとうにできている。刀は鞘から。それが私たちのやり方だ。なっ。
トカゲの尻尾切り聞いたことない？ここを支配劇場から切り離す。そのまま現実に戻るといいよ。あなたがどれほど強い力を持っていたとしても彼女の元にはいけない。小細工ばかり。褒めてくれてありがとう。それなら相応の代価を支払う覚悟もできてるわね。おや、怒った？怒ったよ。他に方法はない。ここで全力を出さないと。絶対の自信はないけど、それは向こうも同じはず。おそらくチャンスは一度きり。タイミングを見極めて仕掛ける。今私たちを攻撃しても意味はないよ。でも痛いのは嫌だ。だからこれ以上戦うというなら私たちも最終手段を使うしかないよ。最終手段？こちらから支配劇場に入る？そんなことができ。ゼーレ、僕と一緒に説明してくれ。はい。実は前回ゼーレとブローニお姉ちゃんが支配劇場から逃げた後、アインシュタイン博士にそのことで相談を受けました。ゼーレが支配劇場から脱出した方法を分析して、現実から支配劇場に侵入する経路の算出を手伝ってほしいって言われたんです。その後僕たちは千人律者を倒したが、支配劇場の所在が不明なままでね。やはり安心できなかったんだ。で、支配の律者には空の律者のように現実世界で任意の場所に劇場の入り口を開くことはできないのだと気づいた。現実のビーコンに頼らないと入り口を開けないみたいです。地図に画鋲を刺すみたいな。事件現場に残された人形は千人律者のビーコンなんだ。人形の体内にあるコアを通して現実を支配劇場につなぐ仕組みになってる。つまり先ほど発見した人形を起点にすることで支配劇場に入る通路を作り出すことが可能というわけだ。それを実現させるには大量のデータ収集と演算が必要でしょ。今そんな余裕はないけど。だからリスクを承知でこの近道を試すほかない。ゼーレは支配劇場に3回も入ったことがあって、そのうち2回は自分で脱出しました。その経験を生かせば正しい位置をより早く探し出せるかもしれません。ゼーレ、わかりませんが、やってみる価値はあると思います。基地にはまだ支配の律者の影響を受けた人がいるかもしれない。直ちに行動しないと。これはキアナを救う方法の中で最も賞賛のあるものだ。他に方法はなさそうね。すぐに始めましょう。またあなたにお願いすることになるね。だってあの2回も全部あなたの力のおかげで助かったんだもん。力を合わせて一緒にキアナを助けよう。は？まったく。はあ、この子人使いが荒くなったわね。その成長に私は喜ぶべきかしら。まあいいわ、緊急事態だし多めに見てあげる。全部
部片付いたらこの借りちゃんと返しなさいよ。どうすればいいの？このヘルメットをかぶればいいのかしら。機械はよくわからないから、とりあえず直感で間違った選択を排除することしかできないんだけど。あ、問題ない。はいはい。見つけた、そいつよ。そいつの位置を私たちの現在座標と接続、位置を固定して重ね合わせれば。できたわ。支配劇場につながる道です。状況はどう？無事に到着しました。前に入った時と同じ支配劇場です。でも通路が不安定なため、一人ずつ入らないといけません。次は私に行かせてください。何があった？まずい、厄介な奴らよ。侵入に気づかれたわ。奴らは内部から扉を閉じ、外部の訪問者を拒否してるみたい。前はこんな臨機応変な対応をしなかったのに、中で何かが起きて警戒を強めたのかもしれないわ。ねえ、ちょっと待って、ボス頭、早く来て。こっちにも異変があった。監視中の人形の宿主全員、バイタルサインが低下してるわ。ほぼ同時刻に意識不明に陥ってる。さすがに異常よね。一体どうなってんのよ。大充実者、一体何をしようとするつもり？各地で人形による騒動も起こり始めた。どうやら僕たちと決着をつけるつもりだ。それにロザリアとリリア、まだ戦える人たちに通達して直ちに出撃するわよ。でもブローニお姉ちゃんとフカさんはまだ支配劇場に。隙間は閉じられた。今アタック師たちにできることは彼女たちを信じることよ。ブローニャとフカならキアナを見つけて無事に帰ってくる。だから彼女たちが帰ってくるまで、ここは博士たちに任せましょう。今は私たちにしかできないことがあるんだから。ゼーレ、分かる。隙間が急に消えました。博士たちとの通信も切断されています。敵が私たちに気づいたのかもしれません。急いでキアナを見つけましょう。はい、重装ウサギがキアナのリストバンドの信号を追跡中です。見つけました。やはりキアナは支配劇場にいます。この空間はかなり混沌としています。地図もなく、おおよその方向しか分かりません。大丈夫です、その方向を目指して進みましょう。見たことがありません。気をつけてください。操られた敵とは違います。奴らからはもっと不気味な気配を感じます。
気のせいでしょうか。この階段無限に伸びているような気がします。気のせいではありません。空間そのものが伸びているようです。劇場の主はウローニャたちをここに閉じ込めようとしているんでしょうか。別の出口を探しますか。このまま進みましょう。延々と延々と登り続けてるのに疲れないのか。どうして立ち止まらない。こんな無意味なことをして何の意味がある。やはり終わりのない階段を作るのはあなたたちにとっても大きな負担だったようですね。あなたたちの標的はあくまでキアナです。邪魔されないようブローニャたちを閉じ込めるにしてもこちらにあまり力を割くことはできません。だから同じ階段を作ってブローニャたちに無限という錯覚を与え諦めさせようとしました。これだから断りの律者は嫌いだ。律者の力を使えなくなったというのに面倒なやつめ。断りの律者が引き継いできたのはコアではありません。信念です。あなたたちには一生かけても理解できないでしょうけど。ああそうだ、その通りだ。私たちはあなた以下、あなたにはかなわない、そう言いたいんでしょ。でもいくら見下されようと私たちはすごいことを成し遂げた。どんな手段を使おうと私たちは必ず勝利を手にする。私だ、私たちだよ。私たちは自分の命をもう一人の私たちとつないだ。機動力は下がるけど、これであなたたちも手は出せまい。卑怯です。構わない、どんどんやっていいんだよ。私を殺して私を殺せばいい。私たちは弱い、だから簡単だよ。ただ一撃でパッと消える。あの私もおしまいだ。どうして、どうして攻撃を止めた。防戦一方じゃ私たちは倒せないよ。仲間を助けるんでしょ。私を殺せばいいじゃない。さあ来て。今までは計画のため我慢してきたけど、本当はずっとこうしたかったんだ。あなたたちの今の表情を見れて最高だよ。ほら見て、これが偽善者の弱さ、無力さだ。何のか人質がいる限り、あなたたちは仲間の死をただ見ることしかできない。かわいそうなキアナ、見捨てられたんだ。ブローニャさん、何か策はありますか。まずは攻撃に耐えましょう。きっとチャンスはあるはずです。我慢比べですか。私の得意分野です。奇遇ですね、ブローニャもです。こうして誰かと背中を合わせて戦うのは久しくありませんでした。でも悪くないでしょ。そうですね、きっと今頃キアナも必死に戦っています。ここを突破して助けに行きましょう。ええ、そうですね。待っててください、キアナ。